はい、こんにちは。ディクロージングの石川です。直美です。いや、続くね。長い長い、まだアリゾナ、そう、まだグランドキャニオン手前目指せグランドキャニオンって普通は行くんですけどね。僕らグランドキャニオンからちょっとずれていきますけどね、ね、いい月だったな、でかいよ。そう、やっぱりでかく見えるんだよね、前の車のライトとさ、月の日は変わんねえじゃんみたいなノリだよね、でも50過ぎてさ、本当にこんなに走ると思うなって。いけるまだ。まだいける？まだいける。はい、こんな雪だったんですよね。もうこれ、そう、前の日がすごかったみたいな、前の日かがすごい降った。寒かったよね。そう、僕らの時はもうまだチラチラ降るぐらいだったから、まだ良かったんだよ。本当。傘に。ねえ。でちょっとアンティークモール。そう、久しぶりにアンティークモール行ったんですけど。フラッグスタッフ、ここはもうすごい、昔からおじさんが頑張ってやってる。ここでね、あのナバホのラグとかも本当に売ってたりするんですけど、まあロサンゼルスに比べたらもう半額ぐらいで、まだいいものが買えるんじゃないかなと思います。はい。で、あのバイカーの人も多いんで、結構その中古のレザージャケットだったりとかレーシングスーツだったりとか売ってるんですね。で、ここいうところでほらヴィンテージの、あのオールドパン、ね、ジュエリーとかも売ってて、まあロサンゼルスからで買うよりはまだ安いかなっていうか、100ドル200ドルは安かったかな、でカッチーな人形もね、俺も今回カッチったみたいな、カッチそうカッチーな人形、そうない事件ね、つまんないんだよね、何言ってんだよって書かれそうだけど、面白いね、本当。古いリーバイスとかも飾ってあって、ね、で、あの本当にヴィンテージのリーバイスビッグイとかもあって、まあちょっとこだわってるアンティークモールだったんですけどね、このおじさんの趣味が、そうすごいすごい優しい人だったよ ね、いい、もうあからさまに東洋人嫌いっていう人もいるじゃない。そうなんです。でもこの人はもうフレンドリーでいい人だった、すごく、はい、いい人でした。いろいろこっちに何々あるよって教えてくれましたね。はい、ダックハンターの一人テント見つけちゃって欲しかったんですけどね。そうだね、ぜひここも行ってほしいですね。詳細はちょっとあの書いておきますけどね、もし行けるなら、もし行けるなら、ね、こういうカットね、ね、みんなで楽しく旅行するなら、はい、絶対行ってほしいよね。行ける人がいるんだ、ね、フラッグスタッフってなんかスキーとかもできるんだよ。スキー場もあるよ。でもまあ一番グランドキャニオンがあるから、あ、その途中みたいな、そう途中で、行けるんじゃないかな。ホテルもいっぱいあるしね、あの美味しいレストランもいっぱいあるから、フラッグスタッフは、いいんじゃないかな。やっぱ大学があるからね。そうだ、で学生が多いからやっぱり、空気も綺麗、山だからね、もう全然もう本当に寒いけど冬は、まあ夏場は涼しくていいんじゃないかなと、こんなね、本番が残ってたりしてさ、今回買っちゃったもんね。買っちゃったね。古いのね。うん、荷物だから本当は買わないんだけど、今回買っちゃったんですよ。そのうちあの店に貼ってあるんで、チェックしに来てください。はい。いろいろね。はい。途中休憩してご飯食べて、ね、っていう。中の街だよね。そうだね、昔から。でも僕はいつも大体ここで一泊するから、夜着いて、で朝まあとりあえずホテルで朝食とって、空いてる店に行くみたいな。何軒かあるんで、ここはぜひあのグランドキャニオンに、旅行に行く、夏休み行くぞっていう人は絶対寄ってもらって、いいものゲットしてほしいですね。そうだね。本当必ずいいもの何かしらあると思うんで。ある。はい。僕も今回あのハイザラ買いましたから、ハイザラ、ね、ベルトレーディングポスト、ね、素晴らしい。はい、そんな感じです、はい、ぜひ寄ってみてください。フラッグスタッフ最高です。イエイ。